一宮市広報アイラブ一宮、司会は私福井理香と伊沢千草です。どうぞよろしくお願いします。今回は現在三岸節子記念美術館で開催されている特別展吉田博吉田不二雄展についてお送りします。一体どんな作品展なんでしょうね。気になりますよね。早速行ってみましょう。本題に行きましょう。はい、今回は三岸節子記念美術館の学芸員杉山さんにお話を伺います。杉山さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが杉山さん、今回の作家吉田博吉田不二雄について教えてください。はい、1876年に福岡で生まれた吉田博吉は18歳で上京し、日本の古き良き風景を豊かな色彩と繊細な筆遣いで描きました。3年にわたる欧米旅行から帰国すると、美術団体の創設に参加して活躍する一方、日本各地の山を歩き、壮大な風景を目の当たりにした感動を大作で表現しました。50歳を過ぎてからは木版画に取り組み、国内外で取材した風景を叙情あふれる色使いで表現し、日本のみならず海外でも高く評価されました。一方、吉田博の義理の妹で後に妻となった吉田不二雄は16歳で博とともに欧米へ渡り、各地で開いた展覧会で評判となりました。帰国してすぐ博と20歳で結婚した不二雄は、その後も博の厳しい絵の指導を受ける日々を送り、風景画や静物画などで優れた表現を見せ、国内の美術団体や展覧会で活躍しました。60歳を過ぎてからは花をモチーフとした抽象作品にも取り込み、99歳で亡くなりました。それではまず吉田博と吉田不二雄が不動者という絵の塾で技術を学んだ頃の作品をご紹介します。お願いします。不動者の風景画の特徴として、画面中央に低く道路を描き、一点へと向かう奥行きを両脇の樹木や建物などで表すのが特徴です。博が描いた冬木立はその典型とも言えます。確かに遠近感が強調された構図ですね。一方、吉田不二雄は富士山を題材にしばしば絵を描いていました。富士山麓を行く旅人と題された作品には、みずみずしく爽やかな色使いが印象的です。雲間から差す日差しの様子が風景の移ろいを捉えていて、安定的な構図に変化をもたらしています。二人とも日本らしい風景を叙情的に表現していますね。続いては、欧米を旅した頃の作品をご紹介します。吉田博と吉田不二雄は、明治36年から丸3年海外を旅しながら絵を描きました。フロリダに行った際に滞在したホテルを題材に、2人は似たような構図の絵を描いています。よく見ると階段の作りなどが異なり、別の場所を描いたことがわかります。本当だ、階段の向きが違いますね。この絵はイタリアでしょうか。運河の穏やかな雰囲気が描かれてますね。この作品はイタリアのベネチアを訪れた際、水の都の美しい風景に惹かれた不二雄が描いたものです。不二雄は帰国後、この作品を東京の博覧会に出品し、賞を受賞しています。帰国後の博の作品をご紹介します。お願いします。帰国後、数々の展覧会で受賞歴を重ね、
画壇で活躍する一方、山を愛した吉田博は日本各地の山に登り、長期滞在して山の風景を描くようになりました。ほとんど人が行かないような険しい山へ分け入ると、自身が最も感動した瞬間を現地で小さなサイズに素早く描き、アトリエで大作に仕上げました。かなり雄大な絵ですよね。まずこの景色を見る場所に行くことが大変ですよね。藤尾さんの作品も紹介していただけますか？はい。帰国後はこれまでの風景画に加え、身近な世界をモチーフとした静物画や人物画などを多く描くようになりました。窓辺の花は逆光の中の花と花瓶を描いた作品で、薄い影が斜めのタッチで光の差す様子が表現されているほか、カーテンの模様は薄い絵の具で丹念に描かれていて、奥に広がる明るい空間を伺うことができます。穏やかな日の窓辺が綺麗に表現されていますね。日の光が差し込む逆光の空間をうまく描いていますよね。次は博の木版画や戦中戦後の作品をご紹介します。お願いします。博は50歳を過ぎてから木版画の制作を始めました。大正12年3回目の渡米をした際に、自身の木版画が思いのほか好評だったことと、あまり質の良くない浮世絵が、アメリカで出回っていることに驚き、自らの手で制作することを決意したようです。瀬戸内海に浮かぶ帆掛け船をモチーフにした、このシリーズでは、同じ版木で色や釣り方を変えることによって時間や天候の違いを表現しています。この作品の太陽の光の部分は手術用のメスを使って彫られたとのことです。理想とする表現に対して貪欲だったんですね。色のグラデーションがとっても綺麗で、これが版画というのが驚きですね。博は日本が戦争をしていた頃、従軍画家として戦地を訪れていたようです。中国では戦闘機に同乗し、上空からも戦場を描きました。時代が感じられるエピソードですね。この作品は温かみのある色彩です ね。何をモチーフに描かれた絵なんでしょう？こちらは花をモチーフとした作品です。藤尾は60代の頃から抽象的な花の作品を描くようになりました。花の抽象作品においては自身の色彩感覚を自由に表現しています。藤尾さんは晩年になって本当の意味で自由に絵を描くようになったのでしょうか。伸びやかな曲線と色のグラデーションが印象的ですね。杉山さん、特別展の期間中に関連イベントはありますか？はい。学芸員による展示説明が3月1日日曜日午後2時から行われます。参加には特別展料金が必要です。詳しくは右施設庫記念美術館までお問い合わせください。はい、今回は現在右施設庫記念美術館で開催中の特別展吉田博吉田不二雄展について、学芸員の杉山さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは一宮市広報 I love 一宮、次回もお楽しみに。